初馬くん。連日お疲れ様でございます。立憲民主党の長妻昭でございます。新型コロナウイルスに関して、明日にでも首都圏あるいは大都市中心に緊急事態宣言が出されるという中、本日質問させていただきます。まず新型コロナウイルスで、お亡くなりになった方々に心よりお悔やみを申し上げると同時に、今闘病中の皆さんにもですね、お見舞いを申し上げるところでございます。そして医療関係、行政はじめ関係各位の、本当に大変な中でのご努力に敬意を表するところでございます。まず加藤大臣にお尋ねしますが、先ほども中川委員の質問でですね、その PCR 検査について、このお医者さんがですね、PCR 検査必要だと言っても断られたと、こういうケースを聞いておられると、加藤大臣おっしゃっておられました。具体的に何件ぐらい、どんなようなケースを聞いておられるんでしょうか。加藤厚生労働大臣。ちょっと一つ一つ残しているわけじゃありませんから、何件とは申し上げませんが、私の耳に入ってくるわけですから、そんな決してそれだけは多くはありませんが、直接聞くのはですね、ただ、こういった委員会の現場であったり、いろんな方から、あるいは同僚の委員の方からも含めて、こうしたことがあると、こうしたことで、医師が、判断をお願いしたのになかなか通じないよとか、中には患者さんご自身の思いも入っているのもあるんだと思いますが、そういった話は聞いておりますので、これまで国会で申し上げたように、そうしたことが個々に分かればそれを一つ一つ解消していく、そして制度的な課題があるということを認識したものについては、これまでも一つ一つ改善をさせてきていただいたということでありますが、引き続き医師が必要と判断した場合にはしっかりと PCR 検査が行われるようにですね、努力をしていきたいというふうに思います。長妻君。これ、お医者さんが希望しても断られるっていう理由はどういう理由をお考えになっておられるんですか。加藤大臣。まずそこに到着する、到達する流れの中で、今、医師のところでおっしゃいましたが、医師のところで申し上げれば、医師が判断してもですね、保健所に報告をしたら、いや、それは対象になっていないということで断られたというような話も聞かせていただいているところでありますので、その時には保健所に対して、一律な対応ではなくてですね、弾力的な対応と、特に医師の判断を尊重してほしいという趣旨の通知もこれまで出させていただいているということであります。長妻君。あんまり理由ははっきり把握されてないというようなことだと思いますが、そうすると加藤大臣は今現在のですね、新型コロナウイルスに関する診断の参考となるこの PCR 検査、これは全国的に少なすぎると、こういう認識でよろしいんですね。加藤大臣。その統計的に多いのか少ないのかっていうのを判断する材料は私は持ち合わせておりませんけれども、今申し上げた個々の事例に対しては、医師が判断したにもかかわらずしていただけなかった。ただこれは当時は行政検査の時代でありますから、現在は国会でのご議論もいただいて保険適用しておりますので、保険適用ということになるとまた違う理由が出てくるんだろうと思います。そのうちの一つは、例えば民間にお願いしようと思ってもという、そういった議論もいても搬送の問題があるとかですね、そういったこともいただいているところでありますので、ちょっと私の答弁が混濁しましたが、その行政検査として保健所に相談をしなければやらなきゃ実施できない時にはそういった課題があり、今は保険という形に移行しておりますから、また保険適用の中における例えば民間検査になかなかつながらないとかですね、そういった課題が出てきている、こういうふうに認識をしています。長妻君。これ重要なことだと思うんですが、加藤大臣、この今 PCR 検査は少なすぎるという認識はじゃあ持っておられないと、個々のいろいろ不適切な事例はあるけども、少なすぎるという認識までには至ってないということでよろしいんですね。加藤大臣。
ですからマクロ的にですね、本来このぐらいの数になるはずだ、それに対して実態がこうだということで少なすぎるという判断になるんだろうと思いますが、実態の把握は私どもできる限りさせていただいておりますが、前者のこのぐらいの数になるはずだということに対して、確たる数字を持っているわけではないということであります。長妻君。これはPCR 検査について我々もですね、かねてよりですね、もう少なすぎると本当に適切なするべき方に検査が行われていないんではないのかと、まあ、こういうようなことを強く強く申し上げていたところでございます。まあ、緊急事態宣言が出された後でもですね、どこにメリハリをつけて、戦略的にですね、新型コロナウイルス対策をするのかについてですね、やはり実態把握をきちっとしていなければですね、それが効果的な対策につながらないというふうに我々強く思っております。まあ、例えて言うと、今闇夜の中をですね、まあ、ろうそく一本でいろいろ検討をしている、これ皆さん本当に一生懸命ご奮闘されているのはよくわかるんですけれども、非常に現状把握が不十分だと。例えば東京ではですね、厚労省が発表している2月1日から3月31日までに、帰国者接触者相談センターにですね、4万1105件の相談がありましたけれども、実際、検査に結びついたのはそのうちの 2.3% しかないと。あるいは、これもの接触者外来につながれるまでも、これ、ハードル高いんですけれども、じゃあ、その相談センターから帰国者接触者外来受診者につながった人、これ1727人いますが、その中でも検査に結びついたのが 55.8% しかないと、まあ、こういうような実態がございます。断られたというようなお医者さんの推薦があっても断られた事例もありますし、あるいは芸能人の方がですね、なかなか検査されないということで、お困りになった、でやっと検査に結びついて陽性になったという事例も最近報道されておりますし、加藤大臣も何件か聞いておられるということです。で総理はですね、4月1日時点で全国で1日1万件を超える PCR 検査の能力があると、こういうふうに胸を、張りましたけれども、実際に3月のですね、平均の1日あたりの検査件数が1500件ですよ。そしてやっと4月2日はですね、3600件全国で検査がございましたけれども、2000件超えたのは3月の28日以降で、ございまして、それでもまだですね、キャパシティに比べて非常に差があるということでございます。この安倍総理もですね、原因を調べると、4月2日にですね、東京都を含め全相談件数に占める実施の報告件数が低い都道府県については、背景や事情をフォローアップすると、4月2日に、まだ4月2日にフォローアップする、調査するというふうに答弁してるんですが、まあ、非常に遅い、現状分析さえできていないと言わざるを得ないんですが、このフォローアップの結果っていうのは、今、ある程度出てるんでしょうか。加藤大臣。まず先ほど、どのくらいやるべきなのかという数字と、検査能力はこれは全く独立した数字でありますから、検査能力があれば、それを全部やってなければ、検査が少ないという、こういう基準にはならないんではないかなというふうにまず思うわけであります。で、その上で相談件数云々ということでありますけれども、実際相談の中にですね、どこまでがこの受診にかかるもの、一応3月25日から絞ってほしいということは申し上げておりますけれども、なかなか東京都なんかにお聞きすると、実態問題としてはなかなか絞りきれないというお話もありました。したがって、そういったことも含めて、総理から特に少ないところについてはフォローアップをするというお話がありましたので、今、個々にですね、特に低いところを中心に、そうした背景、特に今、委員の場合は相談からでありますから、相談の段階でどうなっているのか、それからそれがどのように帰国者接触者外来につながっているのか、それから帰国者接触者外来から PCR が実態どういうふうになっているのか、それの段階についてしっかりとフォローアップをさせていただいているところであります。長妻君。
非常にその危機感が足りないと思うんですね。皆さん仕事を本当に一生懸命されておられるのは分かるんですが、やっぱりトップの厚生労働大臣のですね、問題意識というのが、まあ、検査について非常に希薄であると言わざるを得ないんです。で、まあ、相談はすべてがすべてそういう検査してほしいという相談じゃないというお話がありましたけれども、じゃあそこからですね、外来に結びついた方であっても東京ではですね 55.8% しか検査に結びついていないという、こういう事実があるわけで、キャパシティと実際に必要な検査の件数は違うと、その通りですよ。でもキャパシティがですね1万あると、しかしそれにもうほとんど届いていない場合ですね、ある程度要望があってですね、必要性があるというものについてはですね、お医者さんが判断すればすべて、ほぼすべて認めていいんじゃないでしょうか。それは1万件を超えた要望があったときですね、お医者さんから。それは絞るっていうのは分かりますよ。ただキャパシティを上げる努力をしなければいけないわけでございますけれども、まあ、いろんな例をここで加藤大臣にですね、ちょっと答弁をいただきたいんですが、こういうのはやるべきだと。例えばですね、肺炎になった、肺炎の疑いですね、軽いものも含めて、それで細菌性ではない肺炎の疑いがあると。この場合はですね、PCR 検査はやるということでよろしいんですね。加藤大臣。医師が判断すればそういうことであります。それから実際問題、今は先ほど申し上げましたけど、保険適用になってますから、医師が判断して保険で回していただければいいということになるわけであります。長妻君。これ加藤大臣、実際現場を声を聞いていただきたいんですよ。実際になぜお医者さんが推薦しても検査がなされないのかと、まあ、いうようなことを分析してほしいんですね。先ほど申し上げました接触者外来に来られた方でも、東京では半分ぐらいの方がですね、検査結びついていないと。この中で少しでもこの事例でですね、理由というのを加藤大臣把握されてますか。加藤大臣。いや、今そこはまさにフォローアップをしているんですが、ただその先ほど申し上げた、今保険適用になっているんですね。これ皆さん方から保険適用にすべしという声をいただきました。でなかなか民間の検査機関につながりにくいとか、搬送の問題があるとか、そういった指摘はいただいているんですけれども、そこはそれぞれ判断していただいて、民間の検査会社に回していただく、まあ、こういう道も別途作らせていただいているということではあります。長妻君。まあ、この保険という話がありましたけれども、この3日間ですね、最新のもの、3月29日、30日、31日、この3日間限定で東京都を調べてみますと、相談がですね、4626件、まあ、差額を取りました。そのうち検査に結びついているのがいまだに 4.5% しかないと。じゃあ受診された、受診まで結びついた方が284人、その方々の中で検査まで結びついた方が 72.5%、 先ほど3月全体の数字よりは上がってるんですが、いまだに3割の方がですね、なかなか検査に結びついていないと。そうしましたらですね、お医者さんが検査をすべきというものについては、すべて基本的には検査をせよと、こういう答弁をいただきたいんですが。加藤大臣。外来に行った方が全部検査になるというものではないというのは、もう委員ご承知のとおりなんだろうと思います。したがって外来の方が判断すれば、先ほどから申し上げたように、現在は保険適用ですから、したがってその方が民間の検査会社に回していただければ、その間には何ら の制度的な意味でですよ、制度的な意味でのチェックというのはかかってない。ただなかなか民間検査会社につながりにくいとか、近くにそれがないとか、そういう問題があることは十分承知しているんですけれども、制度的にはそういうことが言えんだろうと。したがって今我々としては、民間検査会社等につながっていけるようにですね、またさまざまな民間検査会社における能力のアップとか、あるいは民間検査からこの搬送するときにですね、相当な梱包をしなければなりません。したがって梱包キットをそういうときに事前にお渡しをするとかです、まあ、そういった形で、保険適用による検査がですね、しっかりなされる、まあ、環境の整備のためには努力をさせていただいているところではあります。松原君。まあ、非常にちょっと
不可解な答弁だと思うんですね。いや、保険適用だからやりたい人はやったらいいんじゃないかという話なんですが、それはできないんですよ。やりたいけどもできないという声があふれてるじゃないですか。その理由をご存じないのに、なんでそういう答弁をできるのか、大変不思議です。発熱外来に行って断られた、じゃあ東京の3割の方の理由もわからないわけですよね。今頃まだフォローアップをされておられると。これ緊急事態宣言出すときに本当に実態を把握をしてですね、どこまでのじゃあお店あるいはイベントあるいはベッド数等々ですね、あるいは地域や機関、これを決めるのにもやはり現状把握が不可欠なわけであります。これアメリカ大使館のホームページを見ますとですね、日本政府が検査を広範囲に実施しないと決定したことで正確に感染率を把握することが難しくなっている、日本滞在のアメリカ市民に直ちに帰国に向けた手続きを開始するよう、とこういうふうに呼びかけのホームページに検査の件も米国大使館のホームページ出ておりますし、あるいはこの海外と比べてもですね、韓国ではですね、報道によると感染経路の9割がある程度分かったと。これは検査をこれまで45万人以上検査をして実態把握が進んだからだと。あれドイツは1日検査が5万件ということで、日本の25倍というような報道の記事もございます。ドライブスルーとかウォークスルー等々を入れてですね、効果的に検査をすると、いうようなことが言われているわけでございますので、これ加藤大臣、こういうようなですね、ドライブスルーあるいはウォークスルー方式などを導入すると、国が、今一部やってるところありますよ、自治体が、国が温度を取って導入を検討していくと、こういうようなお考えというのはないんですか。加藤大臣。それぞれの今在米大使館のコメントですか、お話があり、一つ一つにコメントするつもりはありませんが、日本が広範な検査をしないなんていう方針を出したことはありませんので、そこはここで申し上げておきたいというふうに思います。でその上でそのドライブスルーとおっしゃるけれども、それは検査の要するに治療の全体の一部が検査なんですね。したがってその検査をどういう形でおやりになるのが一番効率的なのかというのは、それはそれぞれの地域の中でお考えをいただくんだろうと思います。当然感染防止とかさまざまな視点は必要でありますけれども、それぞれの地域においてそういうやり方が地域にとってより効率的であるということであれば、それは地域のご判断なんだろうというふうに思いますね。国として一律にこうだということを申し上げるということには、これはやっぱり地域それぞれ 実情が違いますので、それは地域のご判断にお任せをするということだと思います。長妻君。いや、なぜこれ検査が断られているかの現状も分からないのにですね、そういうふうに対策を却下するというのも非常に不可解なんですが、やっぱり検査に要するですね、フェイスシールドとか消毒液とか防護服とかですね、いろんな機材が不足している、あるいは人員も不足していると、保健所ももう手一杯であると、こういうようなことも原因の一つだと思います。そういう意味では人員を大幅にですね、増強するような、そういう仕組みやですね、サポート体制、あるいは診療機関でなくてもですね、さっき申し上げたような形でですね、検査できるような体制を構築するというようなこと、これ緊急事態宣言出された後もですね、また大きな私はネック課題となるというふうに思うわけで、ございます。その中でですね、ぜひこの例えば発熱が続いて味覚嗅覚障害がある方、なかなか検査できていないというようなことも聞いております。もちろん嗅覚味覚障害は新型コロナウイルスだけじゃありませんけれども、まだキャパシティに余裕があるんであればですね、あるいは感染者のご家族についてもですね、断られるケースもあるというふうに聞いておりまして、余裕があるのであればですね、そういうような検査についてもですね、杓子定規になさらずにですね、果断にですね、クラスター発見につながるような形で決断していただきたいと、
こういうようなですね、杓子定規な姿勢がですね、現状把握を遅らせてんじゃないかということは強く申し上げておきます。そしてですね、この加藤大臣にもう一点お伺いするんですが、この緊急事態宣言について、まあ、加藤大臣が所管する部分も大変多くございますけれども、緊急事態宣言が出される場合ですね、急所、最大の狙い、何を肝としてですね、最大の狙いは何を想定されておられるのか、厚労大臣として、そこをちょっとお聞かせいただければと思います。加藤大臣。それは緊急事態宣言を出す場合のその状況によってですね、当然肝は変わってくるんで、今そこを決定しているわけではないんでですね、具体的にどこがっていうのは言い難いということであります。ただ私どもとして緊急事態宣言があるかないかかかわらず、やはり緊急事態宣言の背景には感染者数が相当拡大をしているということも当然含まれると思いますが、そういった要するに爆発的な急増でなくても、じわじわと感染者数が増加をするということが医療崩壊につながりかねない、これは専門家会議からも指摘をされておりますので、そういった状況に対する対応、まあ、今回自宅療養、広い意味では自宅か宿泊療養等ですね、医療資源の負担をできるだけかけない形で、特に重症者をしっかりと医療サービスを提供し、そして亡くなる方を最大限抑止をしていく、そういったことにはその宣言があろうがなかろうがしっかり取り組んでいかなきゃならないというふうに思っています。松葉君。これ加藤大臣、宣言が出された後考えるんじゃなくてですね、もう明日にでも出るということが言われているわけで、もう今からですね、どういうところを急所としてですね、取り組んでいくのかと。私は PCR 検査の拡充、大幅拡充も一つですし、今おっしゃった重症化の患者さんを一体どういうような形で受け入れていくのか、これも重要だと思いますし、それを早急にですね、やっぱり詰めていかなければいけないというふうに思います。今日は政府の方も来ていただいておりますけれども、ではじゃあ軽症者、無症状者をですね、自宅でなかなか難しい方をお止めになる施設というようなことでございますけれども、例えば国の研修施設というのも想定されるんでしょうか。想定されるとすれば、今どのくらい宿泊を備えているものはあるんでしょうか。安井内閣審議官。お答え申し上げます。新型コロナウイルス感染症につきましては、今後の地域での感染拡大に応じまして、重症者等に対する入院医療の提供に支障をきたす恐れがある場合には、入院治療が必要のない軽症者等は自宅療養等することとしております。4月2日には厚生労働省が都道府県や保健所設置し、特別区に対しまして、宿泊施設の職員の作業手順や感染管理の留意点等を示しまして、国の研修施設等を含む地域の公共的な施設の確保の検討を含め、軽症者の療養体制の整備につきまして、各都道府県において検討させていただくよう事務連絡で求めております。で、今後と何箇所求めております。それで、施設につきましては、施設のどれぐらいの施設があるのかというお尋ねでございますけれども、今のところ内閣官房では現時点では承知しておりません。長妻君。これも遅いですよね。これ今日ここでご答弁いただくというふうに聞いてお呼びをしたんですけれども、配布資料の7ページ目にですね、87施設、国が持っているだけで、独法とか他の自治体はもっとあると思いますけど、87施設あるということでございますが、これでよろしいんですか。安井審議官。先生の配布されている資料は承知しております。厚生繰り返しになりますけれども、厚生労働省が4月2日の事務連絡に基づきまして、これ87箇所ですかと答弁するというお話になっています。長妻君、もう一度質問してください。いや、今の質問です、ね、答えるはい、87箇所という、資料は
ホームページでも公表されているものでございますけれども、今後、その都道府県におけます確保状況を見まして、必要があるなどの事情が生じれば、都道府県等が適宜、高血性労働省と相談の上、その地域に所在する国の施設管理者と、必要な拠出数や、その施設、設備上の条件、その他個別具体的な調整があり得るものというふうに考えております。長妻君。やっぱりこれ、国が率先してですね、自治体の要請を待つんじゃなくて、こういうのを積極的にやらないといけない、もちろんその施設だけじゃなくてですね、そこでケアをいただくような職員の方や看護師さんとかですね、医療機器、これらも、あるいは食事を、お届けするような方々等々の労力も必要ですけれども、これ、加藤大臣、この例えば87施設ありますけれども、こういうものについてですね、今みたいなものを見極めながら、自治体にこういうメニューをお示しするというようなことを積極的にやるということについてどうですか。加藤大臣。これまでもですね、そうした自宅療養への切り替え、こういったところをおっしゃっているところについては、私どもとしてこういったところもありますよという施設等々もご紹介をしながらですね、また今委員ご指摘のように施設だけではなくて体制そのものも必要でありますけれども、広範な相談に預かっているところでありますので、その際にはもちろん民間の宿舎、むしろホテルを借りてくれというまさに今需要が下がっておりますから、そういう声ももちろんありますけれども、国としてやれる対応をしっかりやっていきたいというふうに思います。長妻君。そしてですね、もう一点ですね、この人工呼吸器の問題ですけれども、加藤大臣もおっしゃっておられますが、4月3日時点で使用可能なものが8000台あると。ただこれは私はすぐ足りなくなってしまうと思います。 ECMO も800台使用可能だということでありますが、これも不足する。ただしそれを動かす方々の人員の確保というのも、これも困難を極めております。そして人工呼吸器のメーカーにはですね、私が聞いたところによると、在庫が人工呼吸器5000台あるということでございます。でこれについて海外から今引き合いが相当来ておりまして、やはりこの在庫の5000台、これをちゃんと確保すると、こういうようなことを厚労大臣として答弁はできないんですか。加藤大臣。個々の話はちょっとあれですけれども、基本的な姿勢としては、在庫はもちろんすべて確保する、一部はもう民間の金融機関、医療機関等でですね、自分のところにというおっしゃっているところはありますけれども、基本的にそうでないものはしっかり確保するのみならず、積極的に輸入を、さらに輸入等を拡大してですね、あるいは生産を拡大して、より多くの人工呼吸器を確保したいというふうに思っておりますので、その旨は今、作っております、議論しております対策の中にも盛り込んでいきたいと思っています。長妻君。明日にでも緊急事態宣言が出るということでございますので、医療従事者のですね、あるいは集中配置、あるいは看護師さん、保健師さんのですね、引退された方々、OB、OG の方々をですね、東京都はもう今始めているようでございますけれども、国を挙げてですね、ご協力をいただく、あるいはですね、イギリスでやられているような、日本もですね、オリンピック関係施設等々でですね、この例えば記者の方々が集まるですね、そういう取材センター等々を使われてない場合ですね、臨時の病院ベッドを配備する等々ですね、協力にですね、進めないといけないと私は思っておりますし、あるいはそのボランティアの方々、これはいろいろ接触というのもありますから、よくよく考えながら制度構築しなきゃいけないんですが、例えばお年寄りの方で頼る方がいない方で薬を取りに行けないと、病院にですね、行かないでもボランティアの方がケアをする、あるいは食事等々のケアをしていく、病院への送り迎えをしていくというようなですね、広範な協力体制、ボランティアの方々、社会福祉協議会もございますけれど、そういうようなことについてのですね、ぜひリーダーシップを厚労大臣にも取っていただきたいと思うんですが、そこら辺いかがでございましょうか。時間が経過しておりますので、簡潔にご答弁ください。時間がないんで、個々のことについては言及できませんけれども、
まさに今回の新型コロナウイルスとの、まあ、いわば戦い、まさにこれは総力戦ということでありますから、もちろん私ども厚労省また国が先頭に立ってやるのは当然でありますけれども、都道府県市町村並びにそれぞれの国民一人一人の皆さんの、まずは感染防止へのご努力、そして今委員ご指摘のようにですね、さまざまな形でのご協力、これをしっかりお願いをしていきたいと思います。またお願いをできるように我々も努力をしていきたいと思います。まあ、ぜひ頑張っていただきたいと思います。これで質問終わりますけれども、まあ、資料11ページ目にはですね、新型インフルエンザ対策総括会議の報告書、これ厚労省のホームページも今出ております。私もあの11年前に厚労大臣の時に新型インフルエンザの流行対策取り組みましたけれども、それが一段落した時にですね、40名の専門家を呼んで7回でですね、会議を開いてどこに教訓があるのかをまとめたものがございますので、ぜひ熟読をしていただきたい。 PCR 検査の充実も言っております。米国版 CDC の設置検討も言っております。リスクコミュニケーションのことも言っておりますので、こういう過去の財産がございますので、ぜひ参考にして取り組んでいただきたいと思います。質問終わります。ありがとうございました。